写真拡大。韓国キトバリ、キジャンで開催されている第29回 WBSCU18 ベースボールワールドカップ、全試合テレビ朝日系列 BS 朝日アベマ TV で放送は4日、オープニングラウンドの残り4試合が行われ、スーパーラウンド進出の6カ国が決定。初の世界一を目指す野球日本代表侍ジャパン高校代表は5日の初戦でカナダ、18時開始と対戦することが決まった。 B 組は最終戦で米国がパナマに5対3で勝利。すでに突破を決めていた日本、台湾、米国が4勝1敗で並び、直接対決の対戦成績も1勝1敗だったため、該当チーム間の TQB トータルコリティバランスで日本が首位に立った。一方、A 組は韓国が4勝1敗で首位。3勝2敗のカナダ、オーストラリアも突破した。日本はスーパーラウンドでこの3カ国と対戦。スーパーラウンドではオープニングラウンド同組の相手との対戦成績は引き継がれるため、オープニングラウンドで韓国とカナダに勝っているオーストラリアが2勝でスタートする。日本、台湾、米国、韓国は1勝1敗、カナダは2敗となる。日本は5日にカナダと対戦した後、6日に韓国、7日にオーストラリアと対戦。上位2チームに入れば決勝に進む。フルカウント編集部。